Hey, what's up, everybody? This is Ali, and you're watching Ali's YouTube channel. はい、ということで、ちょっと久しぶりに喋りますけども、どうですか？皆さんお元気ですか？5月病になってないですかね？もうずっと寝ていたいよね、本当に。できることならば。はい、ということで、今日はですね、ちょっと、最近よくマーチとかスラフペイとかやってるんですけども、今日は、ちょっとレトリートマーチっていうのをやろうと思います。でレトリートマーチってどういうことなのかっていうと、レトリート、あの RE ですね、あの何かが戻ってくるとき RE がつきますよね。リターン、リカバー回復する、レユニオン、再結成するみたいな、まあまあそういうことです。でレトリートマーチって、軍隊が、兵隊さんがこう、まあ、戦いに行って帰ってくる時とか、まあ、入場して出ていく時とかにやるマーチがレトリートマーチです。で、レトリートマーチって大体が、3/4/4なんですよね。で一回私もあのレトリートマーチって全部が3/4なんですかって聞いてみたことがあります。そしたらあのそれでほぼ間違いないと言われましたね。それで、まあ、実際私も大量の譜面を見てきて、まあ、レトリートマーチで 3/4 じゃないものってほとんどなくて、まあ、ちょっとあったんですけど、まあ、ほぼほぼ3/4のマーチがレトリートマーチですかといって、3/4が全部レトリートではないんですけどね。で今日やる曲のうちのレトリートの1個が The Bloody Fields ofフランダース、フランダースの血みどろの、フィールド、まあまあ、なんか血みどろの、まあ、戦争の跡地ですよねみたいな曲で、これが、この譜面に書いてあるんですけど、第一次世界大戦1914年から1918年の大戦の時に作られた曲と書いてあります。えらい古いですね。でまあまあ、そういうやっぱりバグパイプってこう戦争だとか軍隊だとかとやっぱりすごい関わりのある楽器なので、まあこういった曲もたくさんあります。でまあたまにね、あの軍事マニアみたいな人がバグパイプ好きだったりするんですけど、まあそういうことでしょうね。うん、なので今日はこのレトリートマーチを2曲と、ちょっと違うんだけど、ついでに4/44/4のマーチも1曲やろうと思います。